江ノ島,島は、神奈川県藤沢市にある湘南海岸から相模湾へと突き出た陸系島であり、一般的に使用される周囲360度が海に囲まれた島ではない特性を有する地名及び町名である。片瀬地区、旧片瀬町地域に属する。江ノ島1丁目及び江ノ島2丁目があり、全域で住居表示が実施されている。 郵便番号は251-0036、藤沢郵便局管区。湘南を代表する継承地であり、古くから観光名所となっている。神奈川県指定史跡、名称、日本百景の地である。交通機関の駅名などでは、江ノ島と表記することも多いが、町名や公文書等では、江ノ島と表記する。古くは江島神社に代表されるように、 江島と表記されていたこともある。この校では、陸系島及び地名の江の島について記すが、一般的には、対岸の片瀬、鵠沼地区南部を含む一帯の観光地として認識されることが多い。周囲4キロメートル、標高6 0ルほどの陸系島である、三浦丘陵や玉丘陵と同様に、 第3期層の業界砂岩の上に関東ローム層が乗る地質である。古来は、引き潮の時のミスバナという差しが現れて、対岸の湘南海岸と地続きとなって歩いて、渡ることができた、タイダルアイランド。関東地震で、島全体が隆起して、以降は、地続き傾向にある。対岸の片瀬川川口付近の形状が時代とともに、変遷し、満潮の時のみ冠水した時期。 常時陸続きとなった時期とあり、佐市の位置も移動している。2009年、平成21年5月現在、佐市の位置は、江ノ島側で2000年代諸島よりもやや東に移動しており、満潮時には冠水する。島の周囲は切り立った海食崖に囲まれ、ことに、波浪の力を強く受ける島の南部には下部には、海食台、発食台が発達する。1923年、 大正十二年の関東地震の隆起で、海面上に海食台が姿を現し、隆起海食台、岩棚となった。ここは、観光客の休憩や磯遊び、磯釣りの場を提供する。海食崖の下部には、断層線などの弱線に沿って波浪による侵食が進み、海食堂が見られる場所があり、岩屋と呼ばれている。さらに侵食が著しくなると、海食道が崩壊し、 大きな谷状の地形となる。江の島の中央部には南北から侵食が進んで島を分断するような地形があり、山二つと呼ばれている。これより東部を東山、西部を西山と呼ぶ。東山の北東部には北西南東方向の平行する三本の断層と、それに直行する断層が想定され、地形、地質を複雑にしている。 緑の江の島と謳われるように、島の上部は、商用樹林と呼ばれる、常緑紅葉樹林に覆われている。この森林は1988年、昭和63年、神奈川の美林五十線に選定されている。主要樹種はスダジー、タブノキ、クスノキ、ヤブツバキ、ヤツデ、アオキなど。林床には、ツワブキなどのほか、他、種類のシダ類が見られる。 江ノ島には1979年、昭和54年から1991年、平成3年の間、アメガスの観測点が置かれ、当時の記録によると、藤沢市内陸部に比べて気温は約摂氏1度ほど高く、これは周囲の海面温度の影響を受けるためである。海洋性気候と呼ばれる気温の格差が小さく、相対的に降水量の多い気候特性を持つ。 卓越風の風向は、南南西で風の通り道になる山二つでは植物の風潮変形が著しい。海色が毛が多い島の株は植生が乏しい。潮風を常に受けるため、耐塩性、耐寒性の高い磯菊、八丈すすき、螺生多層など限られた種が見られる。東部埋め立て地の人工植栽にも、扉、車輪イなどの耐塩性の高い樹種が選ばれている。 温暖な気候を利用して開かれたコッキングの植物園や、その跡地を利用した江ノ島植物園に植栽された熱帯、亜熱帯産の外来植物の中には、江ノ島の風土に根付き、成長、繁茂している例も多い。そのうち4種は藤沢市の天然記念物に指定されている。イルカの群れが周辺に定着したこともあり、極めて稀にガガクジラが沖に見られることもある。 死を、会食がけに囲まれた、謙遜な地形、会食堂、岩屋の存在は、古来宗教的な修行の場として、江ノ島を特色づけてきた。奈良時代には猿之丞が、平安時代には空海、縁人が、鎌倉時代には吉信、慈悲商人、一辺が、江戸時代には木敷が賛同して、修行に励んだと伝えられている。樹栄元年、1182年に、 源の頼朝の祈願により、文革が弁斎天を勘定し、頼朝が鳥を奉納したことをきっかけに、代々の将軍や御家人が参拝したと言われる。鎌倉時代以後も、その時々の異性者から聖域として保護され、参拝されてきた。弁斎天は、水の神という性格を有し、歌舞音曲の守護神とされたため、歌舞伎役者や音楽家なども数多く参拝した。 ことに音曲に関連する職業に多い資格、障害者の参拝も見られ、中でも関東総研業となる杉山は一の存在は特筆すべきである。参拝者のための宿坊も門前にの木を連ね、関東一円にで会長を行うなどの活動も見られた。宿坊の中でも岩本院、江島寺光竜高等寺とも呼ばれたは有名で、現在の旅館、岩本楼の前身にあたる。 安政五年、1858年の日米、修好通商条約から1899年、明治32年の日英、通商公開条約発行までの間、横浜の外国人居留地に住む人々は、行動範囲を居留地から十里以内に制限されていた。その制限範囲内にあり、風光明媚で、 宿泊施設が整っていた江ノ島には明治初期以来多くの外国人が訪れるようになった。東京大学の初代動物学教授エドワード、S ・エスモースは1877年、明治10年7月から8月まで、シャミ船外研究のために江ノ島に日本最初の臨海実験所を開いた。アイルランド人貿易省サムエル・コッキングは東山町上部にあった。 余願寺の菜園を買い取り、別荘と庭園の造営を開始した。多くの熱帯植物を収集栽培し、本格的なボイラーを持つ大型温室や、大オーニバスの栽培地を持つという画期的な熱帯植物園が完成したのは1885年、明治18年の子であった。ただし、温室の完成は1888年、明治21年以降と推察される。このように、 文明開化の時代に、江ノ島が近代博物学発祥地の一つとなった。1985年、昭和60年4月14日、北緑地に日本近代動物学発祥の地記念碑が建てられ、2002年、平成14年の江ノ島植物園リニューアル工事の際に、コッキングの温室跡が再発見され、新しくオープンした公園は、江ノ島サムエルコッキング園と名付けられた。 落語の大戦参りに見られるように、江戸時代後期には、江戸庶民の行楽地として、大戦江ノ島鎌倉金沢八景を結ぶ観光ルートが流行した。建前は自社参拝だが、継承地や戸籍を訪ね、名物料理を味わい、名産を土産とするという側面が強くなってくる。江ノ島の風光は、多くの浮世絵に描かれ、歌舞伎の舞台となるなど、広く知られるようになる。 明治維新の廃仏希釈により、与願寺は、胸形三女神を祀る江島神社となり、宿坊は、一般旅館へと転業した。1887年、明治20年の鉄道開通、さらに1902年、明治35年の江ノ島電気鉄道の開通は、江ノ島に多くの観光客を運ぶことになり、鎌倉まで全通すると、江ノ島、鎌倉を結ぶ観光ルートが確立し、 修学旅行などでにぎわうようになった。大正時代には新たな神社として小玉神社が祀られた。1923年、大正12年9月1日、大正関東地震により島全体が2メートル近く、隆起し、海食台が海面上に現れる。東岸の津波被害は著しく、島内のほとんどの建物は倒壊した。江ノ島三橋は津波で流出する。 震災の復興が進む中、1929年、昭和4年には、小田急江ノ島線が開通し、観光地発展のきっかけを与えた。神奈川県は、湘南海岸一帯の国際観光地開発を、目論み、湘南遊歩道路、現、国道134号の付設をはじめ、インフラ整備が進められた。江ノ島では1934年、昭和9年4月、 海底投資船が営業開始するなど新しい魅力が加わった。戦後、1947年昭和22年4月1日、江ノ島を含む鎌倉郡、片瀬町は藤沢市に編入され、藤沢市と江ノ島鎌倉観光による江ノ島の観光地開発が本格化する。木造の江ノ島桟橋はコンクリート橋脚の江ノ島弁天橋となり、 江ノ島植物園、平和島の建設が続いた。1959年、昭和34年3月5日、藤沢市は、米国マイアミビーチ市と、姉妹都市提携を結び、東洋のマイアミビーチという触れ込みで、江ノ島、片瀬、久釘沼地区の観光開発に力を入れる。この年、江ノ島鎌倉観光は、日本初の野外エスカレーター、江ノ島エスカーを建設した。 1964年、昭和39年の第18回東京オリンピックで、ヨット競技会場になった頃が、観光客数のピークで、以後は前減する。1971年、昭和46年3月7日、岩屋で落石事故が起こり、立ち入り禁止となったことも、江ノ島の魅力を失わせることとなった。そこで1986年、昭和61年、 江ノ島地区整備計画検討会議が発足し、観光地江ノ島の再生が図られた。神奈川県は1985年、昭和60年に湘南なぎサプランを策定、さらに1990年、平成2年、イベント、サーフ90を開催し、相模湾岸各自治体の連携と県の指導による、相模湾岸地域の活性化が図られた。22年にわたり閉鎖した岩屋は、 調査、整備の後、1993年、平成5年に有料観光施設として再開された。その一環として、藤沢市による江ノ島植物園のリニューアル工事が行われたのである。江ノ島サムエルコッキング園のオープン1年後に発表された年間入場者数は、旧江ノ島植物園時代の20万人弱から50万人を超えるまでになった。 江ノ島周囲の流気海食台は、磯釣りや潜水、ダイビングのポイントとして知られ、漁師の中には、釣り客のために釣り船を仕立てたり、船宿を営む者もいた。1964年、昭和39年の第18回東京オリンピック時には、ヨット競技会場に選ばれた。この指定を受けて、島の東部を大幅に埋め立て、ヨットハーバー。 湘南港建設のために1962年、昭和37年、神奈川県道305号江ノ島線自動車、専用橋、江ノ島大橋が開通し、江ノ島弁天橋の通行量が無料となった。この埋め立てにより江ノ島の陸地面積は1.5倍ほどに拡大した。こうして完成した江ノ島ヨットハーバーは、1000以上のヨットを収容できる。 日本トップクラスのハーバーとして活用されている。東京オリンピックを皮切りに国際大会もしばしば開催され、1998年、平成10年には第53回国民体育大会、神奈川、夢国体のヨット競技会場となった。プレジャーボートの管理や小型船舶操縦士の講習施設もあり、江ノ島漁港には釣り船の発着場もある。江ノ島の人口は、 江戸時代から明治、大正にかけて600から700人台に全増した。昭和に入って急増し、1000人を突破する。ピークは1955年、昭和30年の1372人で、東京オリンピック以後は急減する。人口は2014年3月時点で、江ノ島1丁目が252人、江ノ島2丁目が110人、島全体で362人である。 年齢別人口構成は1丁目、2丁目で顕著な差はなく0から14歳が8%、15から64歳が53%、65歳以上が39%程度である。職業別人口の島のみのデータは見当たらないが、第一次産業人口として水産業従事者も若干居住する。伝統的な漁法としては伊勢エの 磯立も漁業を中心に、磯場での天草潜り、三月金棒、サザエアワビの潜り漁業などの沿岸漁業で、漁獲物は古くから島内の宿坊、旅館、飲食店の食前に登ったり、土産物として販売された。戦前から戦後しばらくは、相模湾から大島沖に5月から9月の間、回遊してくるカツオを追一本釣りも行われていた。 東岸の埋め立てが行われ、江ノ島漁港が整備されてから、新しい漁法も加わった。江ノ島沖合の大型低地猛漁業や、9月から3月にかけてワカメ養殖も行われている。また、12月から4月にかけては、シラスウナギも盛んである。江ノ島、江ノ島の表記には、揺れがあるが、1966年、昭和41年10月1日に、 藤沢市が行った住居表示の施行。この前後に行われた住居表示実施で、藤沢市内の地名表記におけるカタカナはすべてラガナに、統一されたにより正式な地名としているのは江ノ島である。江ノ島電鉄や小田急江ノ島線の駅名はそれぞれ江ノ島駅、片瀬江ノ島駅であるが、湘南モノレールの駅名は湘南江ノ島駅である。一方、神社名は江島神社で、 江ノ島神社と読ませる。古い文献などでは、江島、河野島、江ノ島、柄島,島、江島、賀島、賀島賀島江の島、江島など、様々な表記が見られる。江ノ島、または、江ノ島の故障は、単に陸系島江の島、町名としての江ノ島一丁目及び二丁目だけでなく、対岸の片瀬海岸一丁目から三丁目及び、釘沼海岸一丁目及び二丁目を含む一体の、 植木名をはじめ、組織名、企業名、行事名などに広く用いられ、観光地江ノ島はこの一体を含んで認識されている。2018年、平成30年2月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。江ノ島大橋のたもとにバスターミナルがあり、 ほとんどのバスがここで折り返すが、江ノ電バスが平日3往復のみ、島内の湘南高山橋まで運行する。島内には2018年現在3カ所のバス、停留所が設けられている。1974年までは、江ノ島鎌倉観光、東京急行電鉄による共同運行で渋谷駅と江ノ島を結ぶ長距離路線も存在したほか、 1960年代から1970年代にかけては、横浜駅、戸塚駅、辻堂駅、茅ヶ崎駅、大磯駅等と江ノ島を結ぶ路線や、東海汽船大島航路利用客向けに、片瀬江ノ島駅と湘南港三橋を結ぶ路線も存在した。また、現行二社の他に、神奈川中央交通の路線もあった。東内には、 東部埋め立て地に3カ所の公共有料駐車場がある。他、旅館、公共施設に数台程度の専用駐車場を持つものがある。公共有料駐車場の収容台数は600台程度で、休日には不足している。駐車料金は少しずつ違いがあり、いずれも7から8月には高くなる。対岸の片瀬海岸にも大型駐車場がある。 江ノ島弁天橋手前の境川河口と江ノ島西南端の千子が淵を結ぶ航路。歩かずに岩屋方面に行け、海から江ノ島を眺められる。岩屋からの帰りに利用するのも良い。シーズンオフは休日のみ営業。悪天時には欠航と運航が不安定なのが難。現在三十五名へ乗りのボートが四層で営業している。千子が淵発の最終便は、 船の入港を兼ねて着地が江ノ島漁港に変更されるため、この便一本だけは島の東側を海上から眺められる。東山頂上部一帯の旧江ノ島植物園をリニューアルし、2003年にオープンした藤沢市立の公園、名称を冠したサムエル・コッキングとは、1869年、明治2年に来日し、横浜に住んだ。 アイルランド人貿易省で、この地に別荘と庭園の造営を開始した。多くの熱帯植物を収集栽培し、本格的なボイラーを持つ大型温室や、オーニバスの栽培地を持つという画期的な施設あった。コッキングの没後も庭園は残されたと思われるが、1923年、大正12年の関東地震によって破壊され、荒廃した。しかし、 ッキングの収集した熱帯植物のいくつかは成長、繁殖を続け、現存する。そのうち4種は1971年、昭和46年7月5日に、藤沢市天然記念物に指定された。1947年、昭和22年4月1日に、江ノ島を含む鎌倉郡、片瀬町は、藤沢市に合併し、藤沢市は、 江ノ島の観光地開発に乗り出すことになる。まず、江ノ島弁天橋の橋脚をコンクリートにして、高級化を図り、ついでコッキングの庭園跡地を買収して回収し、1949年、昭和24年12月に、藤沢市立江ノ島熱帯植物園を開設した。翌年、そのの経営は、江ノ島鎌倉観光に移常され、名称も江ノ島植物園となった。 1951年3月25日、江ノ島鎌倉観光が東京都世田谷区二子玉川の読売遊園、後の二子玉川園にあった落下山島、自中は陸軍が落下山練習島として利用を江ノ島植物園内に移築し、読売平和島という展望台を兼ねた民間灯台を建設した。1959年、江ノ島エスカー開設を機に、 インドネシアスラウェシ島のトラジャ族の家屋を模した南方民族館が開設された。1964年、経営が藤沢市に戻ったが、その頃から入場者数は減少した。神奈川県は1985年に湘南渚プランを策定、さらに1990年、イベントサーフ90を開催し、相模湾岸各自治体の連携と県の指導による、 相模湾岸地域の成果が図られた。その一環として、藤沢市による江ノ島植物園のリニューアル工事が行われたのである。オープン1年後に発表された年間入場者数は、旧江ノ島植物園時代の約5倍となった。主な施設、花と緑の季節、江ノ島サムエルコッキング園では1万本のチューリップが先競うトップシーズンであり、 駐車場料金も値上げされる。7から8月は、藤沢市観光協会が企画する、江ノ島マイアミビーチショーと名付けた多彩な行事が、藤沢市南部海岸一帯で繰り広げられる。商用樹林では、セミの季節、アブラゼミ、ニーニーゼミ、ニーニーゼミンミンゼミ、日暮らしに8月後半は、つくつく防止が加わる。他地域では、減少傾向にあるニーニーゼミが島では、かなり多い。 夏至前後の大潮の満潮時、草ふぐが産卵のために沿岸に押し寄せる。夕日の美しい季節。海猫は流暢だが、秋に最も多くなる。磯肉やつわぶきが咲き揃う。光にまつわる行事が多い季節。江ノ島サムエルコッキング園の椿が見ごろを迎える。晴天日数が多く、真っ白き。富士の霊を眺めるなら、この季節。海部、ゆりかもめ。 青地などは、江の島では、冬鳥と認識される。海藻類が成長する季節でもある。1980年代頃から江の島では、捨て猫が急増し、現在では、至るところで、多数の野良猫を見かけるようになった。猫好きな観光客や釣り人が餌を与えるなどしたため、ほとんどの猫は人を恐れない。島内の至るところで、猫が無防備な姿でいるため、 猫好きの人間もよく訪れる。一部でこれらの野良猫を観光資源と捉えて新たな江の島名物とする動きがある。餌場を作り猫に餌を与えたりする一方で、野良猫に避妊手術を行うための募金活動を行ったり、前頭に犬、猫を捨てないよう訴える看板を掲示するなど、これ以上野良猫が増えないような対策も並行的に進められている。 江ノ島付近に生息する、トビの数は多い。トビの餌になるのは多くは、漁師の残した小魚だった。ところが、西山の飲食店では、来客に餌付けを勧め、これが、名物にもなってきた。しかし、こうした人工的な餌に味を占めたトビは、チゴが淵や片瀬海岸で弁当を広げる観光客を、襲って、食べ物を横取りするようになった。現在、 被害が多発している場所には注意の看板が掲げられ、絵付けを名物にしていた飲食店でもこれを自粛している。江ノ島の商用樹林では小杖を渡る台湾リスの姿を見かける。江ノ島植物園の経営が江ノ島鎌倉観光に委託された1951年、同園内に小動物園が開設され、伊豆大島から連れてきた54匹の台湾リスを飼育した。 これが台風で飼育小屋が壊れて逃げ出し、島内に広がったものである。一部は江ノ島弁天橋を渡って、片瀬山や鎌倉市内にまで入り込んで、繁殖するようになったと言われているが、これには、異論もある。島内でも観光客寄せのために餌付けをする例も見られるが、小鳥の巣にいるヒナや卵を食べたり、電線や電話線をかじるといった被害も出ている。 台湾リスは2005年に外来生物法による特定外来生物に指定された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。